寝起きなんですけど、さっきまでだらだらしてた。みくちゃんに捨てられたい。ぽーい。メイドミクリン可愛すぎて研究しました。ぽーい。俺的にはもっと短い方が好み。なんかな、でも私はこんぐらいが好きかも。もうちょっと伸ばす勢いではある。ボブだね、完全に。これより短かったショートなんじゃない。確かにもっと短いのもあり。髪は染める予定今のところなくて、ピアスは一生開けません。だって痛いもん。あくび映っちゃう。やん。バラだ。バーン。夏用のサンダルからファンの方に送っていただいて使わせていただいてます。だけど明日とかも TikTok 載せようと思うのでぜひ見てください。明日か明後日載せます。涙袋はあれだよ、セザンヌキャンメイクかな、キャンメイクセザンヌのやつでやってます。ブブカ見るの楽しみ。あ、ブブカ明日発売、イエーイ。明日やんか、早いな。楽しみやね。うん、顔小さい？え、ありがとう。やった。予約した人をブブカおる？コメント見とったけど、はーい、だって。お、さすがです。お、さすが、みんなやるじゃないか。さすがです。さすが、3冊も予約したとやば。アンケートもよろしくお願いします。ブブカさんとまだまだ表紙したいんでお願いします。あつい。じゃあ、ヤングガンガン買いました、ありがとうございます。あんま置いてないけん分からんよね。なんかあんまり見つけきれ、ね、ないよね。レアですよね結構。
みんなにあくびが映っちゃいそう、うん、口とガラスちゃうねんって。今日は自炊をしました。自炊ってさ、どんだけ楽ちんな料理作ったとしてもさ、結局さ、あの洗い物しなきゃいけんけんさ、大変よね。本当に本当に大変、洗い物ね。いやいや、めんどくさい。アヒル口ください。アヒル口、アイロンできるよ。今日は生写真撮影だっけん、アイロンしてもらったけど、うねりやすい。ベッドにゴロンってしただけですぐよ崩れる。最近ミクリン好きが止まらん、やばい。それは嬉しい。最近元気なかったけんさ、めっちゃ嬉しい、そういうこと言ってもらえて。なんか最近めっちゃ誹謗中傷されてしまう、なんかその人の荒探しをする人が最近私のところで多い、女の子も男の子も。それなんか落ち込んでたから嬉しいね、ありがとうございます。でもそんな人はもう人生終わってるって思って見てます。いやー、ありがたいですよ本当に。なんかもう気にしないの、気にしないでメンバーが元気ないのさしてぎゅうしてくれるのがなんか優しいって思って。ファンの方もいつもと変わらず優しくしてくださって嬉しい。なんか最近普通の悪口じゃなくて嫌味っぽく言う人が私は多くて、なんていうんやろ、絶対嫌味やんかっていう言わんでもいいことを見てしまうんよ。そう、嫌な気持ちになっちゃう。そう、ツイッターとかなんか私に言われてもっていうね。でもちゃんと愛のリプも届いてるので嬉しいです。はい、うん、リプしてくれて嬉しい、届いてる、あ、その浄化されてる、うんってなってもいいディップを見て、あ、浄化してしましたってなる、うん、くまさん来たよ、かずさんだ、ありがとうございます。スター、ありがとうございます、ありがとうございます。うん、ありがたい、ありがとうございます。メンタル強いね。メンタルは、うん、でもめっちゃ弱くはないと思う。強くないとねこの業界やっていけん、本当に。とはもうスタッフさんたちとかの支え、メンバーの支えとかかな、うん、くらいかな。今日は10時半とかに終わろうかな、早いんですけど。
夜になると蒸し暑くなりますね。あさって楽しみ、公園だ、楽しみ。ゴクドルズ見たけど面白い。え、面白いよね。なんか私見てるってあんま発言できへんけど、おもろい。あれはマジで、そのあのね、結構見たらね、ちょっとわかるよ、ね、AKB のくだりとかあるから、ちょっと見てみ。あ、喉良くなりました。まだちょっと違和感あるかなぐらいだけど、いい感じに良くなって嬉しい。めっちゃ心配してくれてありがとうね。アマプラにあるかな。え、どうやろうか。ネットフリックスで見た。ミクリンって日焼け対策どうしてんの？グラビアの時はね、あの、日焼け止めを塗ります。それぐらいしかない。あと日傘あったら日傘かな。なんでミカこんなに可愛いの。好きすぎて辛い。おいでおいで。嬉しい、ありがとう。みくり寝起き、そう寝起き。髪の毛ボサボサやろ、隠そう。隠しました。唇かわいい。ありがとう。そう、黒のパーカーかわいいでしょ。ユニクロで買ったの。トロン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 。最近お洋服をなんか着心地の良さでよく買ってしまいます。なんか可愛いお洋服はまあ、今ある、あったある分で着てないから、もうなんかできるだけ楽な。あ、スパイファミリー見ましたよ。そう、家だとね、楽なものとか、仕事に行く時もね、割と楽なのが多い。私服でなんか撮る時だけやね、今はもう。でも夏はね、半袖で行きたくないんですよ。長袖着たい、夏も。日焼けするから。日暮らしまだ全然見れとらん。ファンの方のおすすめをもっと教えてほしい。五等分の花嫁とかもおすすめされたけど、あんまハマらんくて。そう、アニメ好きっていうわけではないからさ。なんか、ポケモンのピカチュウかわいい。普段着楽なのがいい。個人的にヨルさんがめっちゃ好き。ヨルさんのコスプレめっちゃしたいんよね。似合いそうじゃない？私、自分で言うのもあれですけど、ヨルさんのコスプレしたいんやけど、なんかね、コスプレしたいと思うけど行動に移してないからさ。ちょっとでも、もう今頼んでも人気すぎて届くの遅くなるから、時代が過ぎてるんですよ。ちょっと早いうちに頼んどけばいけてたんだけど、あとちょっと露出多くてちょっと恥ずかしいって。そう、でもああいうウィッグとかあるけんさ。でもコスプレって結構厳しいやんか。ちゃんとできて、ちゃんとせんとってなっちゃう。うまるちゃんかわいいよね。うまるちゃんとコタローは一人暮らしはね、めっちゃ癒されるよ。なんかいいねってなる。でもコタローは一人暮らしちょっと寂しいな、あれは。すっき、ありがとう。はなちゃん、あやかちゃん、うまるちゃん、マジで好き。かわいいよね。コーラー、ポテトチップス、ポテトチップス、コーラー、ポテトチップスって言ってんの、かわいいよね。香水、今日はこれにもつけてるんで、これの匂いで。おじゃる丸は
おじゃおじゃおじゃるまるまろはおかじまかじままおじゃおじゃおじゃかじまあおじゃじゃるまるはこちらでした。おじゃおじゃかじゃまあおいおじゃコーラーポテトチップス、うん、からのワニのワニ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 ちゃん似てない。クロミンちゃん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 見たよ。なんかちょっと似てないですね。似てますか。チッチハハアーニャアーニャはチッチハハ頑張ります。あんまり似てない。どう。チッチ、ハハ、頑張ります。ちょっと似てまる。ちょっと似てるます。ちょっと似てるます。チッチ、あんやピーナッツが好き。チッチの言い方がめっちゃ可愛い。可愛いめっちゃ。ということであっという間の配信でしたけれども、見てくださった方ありがとうございました。本当に二十歳の配信なのか。ねえ。二十歳の配信とは思えない。なんかうちのね家の壁白床が白いっすいいんですよ。なんか髪の毛抜けたりしたらさめっちゃわかるじゃん。なんかで、あなんか人間ってこんなに一日に髪の毛大量に抜けるんだと思ったらすごい悲しくなる。毎日掃除機かけんと無理。めっちゃ目立つ。私夏になると本当に体力低下するんだなっていうのを改めて実感します。本当に無理。暑いともう耐えきれなくて何にもできんくなる。よし、じゃあランキング読みます。その前になんかいろんな人と戯れとこう。今の体力はいかほどいい感じ。早すぎる、可愛すぎるし、コメントを2回読まれて、コメントを読んでくれたら最高。ありがとうございます。エアコンぶちありがとうございます。階段気をつけてな、ありがとうございます。ハマーさん、マイメロウさん、うさみみかめんさんお願い。極めてほしい。はい。ラブラブさん、明日は配信しますか。配信できたらしたいです。でも仕事が2件ぐらい入っております。そうまくミクに溶けちゃう。溶けちゃうの？溶けちゃいます。やばいやばいやばい。遡ること、数年。オンくん、ママ遊ぼう。遊びません。はい。チエミン、早。それな。カズさん、またカラオケやって。やる。ユージさん、タコと映画どっちが好き？タコの方が歯応えあって好きです。タコ焼きしたんで。タラちゃんです。はい。ケンさん、ありがとう。体全体で200年。何言ってんの？スカイさん、ミクリ愛してるよ。愛してるよ。ユウキさん、ありがとうございます。ね、好きだお。ミクも好きだお。こんばんは、こんばんは。こんばんは、こんばんは。こんばんは、ユージさん、こんばんは。ミクモン、中よりクールなんだよ。ありがとう、銀座の眉優。ポットさん、抜ける髪の毛があるんだよ。そうなんだよね。カツオちゃん、生麦のもぐめ生卵。ありがとうございます。博多さん、待ってる。ありがとうございます。水地、スパのチェッキ当たってルンルンな今日。めっちゃチェッキ当たるやん。かわちぃ、ありがとうございます。明日仕事頑張れください。明日仕事頑張れ。頑張れ、言われなくても頑張れ。ほら、頑張れ、頑張れ。明日ブブカ、そう、ユージだ、明日ブブカ。
大阪楽しみしております。小春楽しみ。私もひよっこ無理せんでね。ひよっこもね可愛い。頑張ってニワトリになるんだよ。明日ランチしようと思うんだけど何がいいかな。川端さん、明日のランチはゆで卵。そうま、チッチミックバサシ好き。タイムマシンかな。だってめっちゃ早口。そういっぱい読んでます。発生、明日大学受験です。頑張ってきます。頑張れ発生。 B さん配信だね。 B さん明日ブーケ受け取る。功績明日受け取ってな。うさみみかみありがとう。ひぎらぎしゃまはみくりん、はあ、かわいい、ありがとう。みくりん大好き。みくもみくちゃん好き。それは違うみくちゃんだよ。おいどんは、おいどんはちょっと熱いでござる。筋トレしてリフレッシュしたことあります、あります。アナコさん来るかな。ふうじたくん、みくりん早く付き合おうね。好き。ちえみん、ありがとう。ちえみん、いきなり団子は好きですか。いきなり団子ってどういうやつだっけ。みたらし団子は好きです。涙袋切れたね。トーモさんありがとうございます。みくりん HKT で初めて世界一好きになった人。おんくんありがとう。それは私も同じかもしれない。みたらし団子食べたくない。めっちゃ食べたい。ちえみんめっちゃ笑うね。うん、目が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 髪はね細くなるとやばい。あ、そうなの。ラーメンつけ麺僕イケメン、何言ってんの。はい、ラブラブさん面白すぎる、ありがとうございます。ラブラブー。眠い、安くに、うん、一緒に寝よう。一緒に寝よう、ちょっと誤解を招く、ごめん、寝ろ。イケボありがとう。髪黒くない。黒髪一回も染めたことないままで絶滅黒髪少女。みーも、みくりん早口言葉イエーイ。ゆで卵アクサ、すっごいコメント来てるんだろうねきっと。イエーイ、遡った。かねちゃん今日も可愛いですね、ありがとう。さあ終わりにするか。今日は短い配信だったがみんなありがとな。あつ、13位はなべさん、12位はともも、11位は一健、10位ははるみ、9位は加藤ちゃん、8位はトロピカルピンク、7位は十字の縁、6位はさーて来週のミクさんはじゃんけんチョーキ、5位は功績さん、4位はニコちゃんマーク、3位は原氏、2位はしげぴー、1位はカズさん。なんか短い時間でしたがありがとうございました。みんなまたね、バイバイ。